ひろきさん、ここ日本の自動車業界どうなっていくと思いますか？また自動車業界の転職やめた方がいいでしょうか？アドバイスお願いします。自動車業界は、会社としては、正確に言うと、トヨタという会社はめちゃくちゃ優秀なので、自動車を作らなかったとしても、ちゃんと利益を上げ続けると思います。要はその考え方だったり優秀な人を集めてるっていうのがあるので、なのでその自動車以外でも、例えばじゃあ自動車っていうのが産業としても全然成立しなくなったとしても、多分他のものを作って利益上げられると思うんですよね。なので優秀だと思うんですけど、ただ日産の場合は残念ながらその日産車を海外に売るっていう能力はほぼないの で三菱自動車もその能力はほぼないんですよね。要はフランスのルノーが日産の自動車を世界中に売ってくれたので、結果として日産って売り上げ上がってよかったよねっていうのがあったんですけど、そのゴーンさんを日本政府が捕まえてしまったので、で、ルノーとしてもなんか日産との距離が離れてしまったので、別に日産車頑張って売る必要ないよねっていうのがあったりするので、なので日産とか三菱自動車は厳しいんじゃないかなと思います。マツダはね、RX7 とか面白いものを作り続ければいいんじゃないかなと思いますけど。